どうも、福山おじさんです。有名なおじさん、変なおじさん、by 志村けんさん。1987年誕生、今年で誕生28年目。28歳ということじゃないですよね。要はその変なおじさんというキャラクターを志村さんがやられて28年目と。ジャムおじさん、アンパンマンの中に出てきますね。実は人間ではなく妖精。ジャムおじさんっていうのは中にジャムが入ってるの？それはどうなんでしょうね。だってパンじゃん。だってこれどう見たって。そうですね。だってアンパンマンは中にあんが入ってるでしょ。なんか割ったら出てくるんですよ、ね、割ったらジャムでしょ。え、そうじゃないの？僕食べさせてるところを見た記憶がないですね。食べさせないんだ、ジャムおじさんって。ジャム作ってんの？いや、アンパンマンの頭を作ってますね。あ、アンパンマンの頭を作ってるパン職人なんだ、はい、ということはジャムおじさんはアンパンマンのパンを作ってる、頭を作ってる、アンパンを作ってるパン職人で、でもジャムおじさんって名前だから本人の中にはジャムが入ってる、というふうに僕は今理解したんですけど、間違ったらすぐツイッターで教えてくださいね。兵庫県尼崎市のちっちゃいおっさん、坂田真一45歳。ああ、ゆるキャラね。ほら、45歳っていう設定の人ってもうこれだよ。俺この坂田真一さんよりも上だからね、俺ね。46歳だから。あなたの周りにはどんなおじさんがいますか？